まあ、後半に入りましたけれども、まあ、日台関係の問題で今西村議員にもちょっとお話伺おうと思ったんですけど、ちょっとその前にですね、漢民族問題というのがね、今ちょっと出ました。その休みの間にも小谷氏とかリンさんからですね、ちょっと違うぞという、まあ、科学的なあれですね、ちょっと大陸の漢民族とは、はい、台湾人は違うっていうね、はい、いうことをまあ出てたんで、ちょっと説明をぜひね、それは、はい、実はですね、そのオランダ自体にそのデータが残っていました、はい、オランダはですね、台湾に38年間統治してですね、はい、当時の、そのもう当然いわゆる漢民族というのは台湾には入ってこなかったわけですから、はいはい、ほとんどそっちにいた原住民ですね、はいはい、その時の原住民の一番多かったのはですね、はい、つまり平地に農耕民族の平方族っていうんですね、はい、その平方族は約30万でした、はい、で山岳民族は約20万でした、はい、でそれからですね、当時としてその、漢民族の輸入、要はその労働者としてオランダ政府が中国から輸入したっていう、はいはい、それが漢民族が今台湾に定住した、はい、移民したっていう説がほとんどなんですけども、はい、ところが当時のオランダの文献によるとですね、台湾に入ってきたいわゆる中国人労働者はですね、もうせいぜい7、8千しかいなかった、はい、50万人の中の7、8千です。でところがその後帝政以降が台湾を統治してですね、帝政公政権、まあ彼はすぐ亡くなったんですけども、その後の息子さんの政権を合わせてですね、で大体22年間の統治をしたんですが、で帝政公の連れてきた軍隊が今の台湾人の先祖だっていう説もある。ところが帝政公政権がですね、台湾に渡ってたのはですね、せいぜい3万5千人でした。あ、つまり当時の台湾の当時の人口はもう約100万の中の3万なんです、はい、少数の民族、少数なんです、ね、はい、それから台湾と中国の間にですね、はい、つまり清朝はですね、その台湾に渡るっていうのは禁止したわけですから、はい、だからその間のもし入ったとしても密入国ぐらいの、なるほど、ほんのわずかの人間なんです。でところが一番多数と言われてるその平方族はですね、なぜいつの間にか消えてしまったんです。一番多数の、つまりそれはその当時としてはですね、清の統治自体はですね、その数百年間の統治自体がずっとその漢民族的な名前を与えて、で自分は漢民族と思わせて、そして平方族はですね、徐々にそういう漢民族の名前がつくようになって、それ消えてしまったっていうことなんで、消えてしまうっていうわけではないです。実際に DNA は残ってるわけですね。残ってるわけです。それだからそれからの台湾の統計学者っていう陳建徳さんの統計からにしても、そして先ほどその休憩中のその大使がおっしゃった、台湾人のお医者さん、林麻里っていうお医者さんがですね、遺伝的に調査して、でさらに高尾医学院の教授たちはですね、台湾の B 型肝炎の遺伝子的を調査してですね、どう見ても台湾人の遺伝子といわゆる漢民族の遺伝子とはまるっきり違うんです、うん、つまり南方系の民族なんです、うん、南方系の民族の遺伝子的にしても統計学的にしても、さらに、残っている文献からにしても、台湾人は漢民族ではありません。台湾人はもともと台湾にいた原住民がほとんどです。ですから我々が、名前は漢民族らしき名前についてるけれども、それはもう清朝の統治の中の一つの政策によって、つまり同化政策によってそういうふうになっただけであって、我々は漢民族ではないんです、はい、ちょっとそれ補充いたしますとね、実はこれも中国史と関係あるんですよ。そのつまり孫文が革命を起こした時に、要するに清朝に反対して、それで我々は漢人だと、漢民族だということは、民族というのはその時代にこう出来上がってくるんですね。本来は人種で漢人だったのが、それは漢民族になるわけですよ。それでその打倒清朝と、ところがその後だんだん今度発展していってですね、漢、満、開、それから蒙
とかいろんな語族ですね、共和と言い出して、はいはい、それで中華民族ということを言い始めたんですよ。だからそういうような一連の中華思想的な発展が、はい、含まれているんですね、はい、そしてしかも台湾人の場合多くの人たちがですね、はい、やっぱりまあ言葉荒い言葉で言いますと西蛮と、自分たちは決してその子孫じゃないという妙なこだわりを、まあ、特に古い世代の人はこだわるもんですから、それで自分たちはその決して原住民じゃないと、自分たちは中国から来たんだと、たまたま姓持ってるんで、それさっき林さんの言ってた兵法族というのを隠れちゃうんですよ。実際自分たちは兵法族だと今でも家族ごといるんですけどね、外に対しては表明しないんですよね。そういうような形でだんだんと中華思想が締め合った、これを背景にしたものがこういう形、それからもう一つさっき抗日軍の活動、これもですね、あの時代の背景で考えないとわからないんですよ。当時実はもうすでにいわゆる台湾民主国というのが清朝の 最高の高官台湾に派遣されていた、あの人がもう逃げちゃうわけですね、真っ先に統計しようと、で民主国自体は実態がなくなるわけです。でこの人たちは何かというと、その後に郷土を守ろうと、まあ、当時やっぱりまた台湾全近代的な状況で村ごと村ごとにですね、あるいはもう少し大きい形で連合があるわけですよ。で外に対してですね、例えばさっき言ってた八家と、はい、今度はその放浪が戦ったり、あるいは隣近所水の奪い合いで一緒になって戦ったりとかいうことを繰り返してたもんですから、自分たちも武器を持ってどうやるかということは普通から知ってるわけです。しかもこれはその当時の原住民との戦いもあるわけです。ですからこの実はさっき言った1895年のあの物語も八家なんですね。でこの人たちがなぜこれだけ戦えるかというと、近くにすぐ原住民が住んでいて、それに抵抗するために普通から訓練してるわけ、村ごと武装してるわけですね、はい、でこれが今度は日本人がしかも自分たちの意向と関係なく突如ですね、清朝が切り捨てたと日本にあげたとということでやってきたわけですから、もう自分たちの郷土を守るという意識だけで、そしてその後だって映画の中に出てきますけど、みんなで出ていくわけ、男の人は、うん、そうすると女性のお母さんはですね、もうこれ無駄な戦いだと、最後にそういうことで最後もう一回息子が帰ってきてですね、その糧食をくれと言った時にお母さん断るんですよ。でその意図は何かというと、後で嫁に言うわけですけどね、嫁がそれを聞いて持っていったんですね、自分の装飾品を売って、それで帰ってきて、そしたらお母さんが涙を流すわけですよ。実は領主を断ったのは、亡くなればみんな帰ってくるからと思っていたなと、あなたは送り届けたからもう多分帰ってこないとだろうと、それで東都戦死しちゃうわけですね。だからそういうようないわゆる日本でももう少し前の時代の背景ですね、例えば確かに戊辰戦争もそういう、つまりそれは尊王攘夷か、それも江戸幕府要求かという一面もある他にも、自分たちのところを守ろうという郷土愛みたいなものがもっと直接な形で出てきてるんですね。そういう点があるということで、決して全体としてとかそれをですね、非常に組み込まれちゃったわけですよ。戦後はですね、全部その中華民族の大義のために戦ったんだというふうにね、はい、そういうことだと思います、はい、そういう意味で先ほども、ね、言いましたように、南方系の、ね、中心だと、まあ、ベトナムの人に意外と近いというね、はい、お話も伺ったんですけど。